はい、どうも。愛とは自分で決めて行うことでおなじみのスターボール船長 AT でございますということでね。さあ、今日も一日やっていこうかなと、おっと、思いますけど、今日はね、何の話しようかなと思って今スイッチを入れていたんですけど、そうですね、あ、そう、昨日ね、あれですよね、昨日のもうラジオしたんですけど、なんというかこうやる気がないというか ね あんなことになるんですよね。もうやっつけというか、まあ適当にやっとくかと。でもね、まあ一日のタスクとして、タスクをこうクリアしていくっていうのが、どう言ったらいいんだろうな、まあスポーツとか楽器の練習ってめんどくさい時もあるじゃないですか。ああ今日やりたくねえなと、でもやるっていう、癖づけるっていうかな、それが結局プログラムになるんで、それをちょっとした、だからストレスはいるってことなんですよねっていうことなんですよね。その成長するに、成長っていうかプログラムを変えるには、だからどう変えたいかっていうことでやっているから、ね まあそれがこう方向性のないストレスっていうのは結局何のためにやってるのか分かんなくなっちゃうから、だから良くないんですけど、こう強制するためのストレスはいるんですよっていうところがね、ストレス全部ダメっていうのがちょっと違うから、そこもねあるんですけど、まあそれはいいとして、まあ昨日はそんな状況でやるから、なんかまあちょっとしたことになるっていうね、ちょっとあんな感じになるっていうなんですけど、それは置いといて、それは置いといて、まあ、だから昨日言いたかったことどこまで伝わったかなっていうのもあるんですけど、まあだからね、要するに、まあすごいことが起こったんですけど、リアクションが正直乏しかったんですよ。はあっていう感じ、そんな、なんていうのかな、ふーんっていう感じだったんですよね。まあぶっちゃけた話あるんですけどね、でもまあどう言ったらいいんだろう、別にふーんって、そんななんかこう特別なね、すげえぞっていう、前はそうだったんですけど、まあそれが欲しいわけじゃないしねみたいな感じなんですよね まあでもまあまあもらえるもんはもらっとった方がいいよねみたいな感じで、ですけどね、それに関しては。だからっていうところでやっておりますが、で要はね、昨日だから何が言いたかったかっていうと、そのバランスが取れてるっていうのももうまあそうなんですけど、ちょっとね、まあ大変なことがいろいろ起こった後にそれがポンと来たんで、なんかまあそれどころじゃねえよっていうね ところが どっかあったりとかして、でふーんってなったのかなって思ってたけど、要はね、こうこれが欲しいみたいになってる時はそれは得られないんですけど、
まあ、それ普通ですっていう状況になっているとそれは普通に起こるっていうことなんだよねっていう、それが本当に起こっているなっていうね。そのためになんか、そのためになんていうのかな、その上がりすぎているところを落とすためになんかそういうこうそれどころじゃないことが起こるっていう、起こった時にかな、起こるとなんかこうその逆にパワーが整うっていうのか、ちょっとそのね、頑張りすぎているというか、こう上がりすぎているのをこう、はいはい、そのね、余計なあれはいりませんよと、それも普通だからっていう風にこう整えるためにこうそういうのがこう起こっていて、でそれがポンと、それで整った時にそれがポンと出てくるっていう感じなのかっていうね。要はだからそれですよね。なんつうのか、常にね、そういうことは常に欲しているときは、だから引き寄せの法則とかでよく言いますよね。その欲しているときは欲している状態が再現されるっていう、うまいこと言うなと思いますけど、でもそれはだから違うんじゃないのかなと。そう言ってはいるけど、まあ起こってる現象はそうだけど、そうじゃなくて、まあスーパーサイヤ人、あ、これまた僕ねドラゴンボールが好きなんであれ言っちゃうんですけど、スーパーサイヤ人っていうのがいて、これ知らない人も結構ねいるからあれですけど、説明すると、その気の力でこうパワーをブイーンって上げることはできるんですよ。でもそれをすると体力も使って途中でヘニャヘニャヘニャってなっちゃうんですね。でもそのこれ以上の強くなるにはどうしたらいいのかっていう主人公の悟空が考えたのは、そのスーパーサイヤ人の状態を普通の状態にするっていうね、一旦だからそれをこう、まあいつもならこう怒りとか何かでこうグーって上げている状態を普通にするっていうね、そうするとそれがだからもう常時スーパーサイヤ人になっているっていう状態だと、なんかこうそのグーって頑張っていた時にしようとしていたことが普通に起こるっていうね、はあみたいな、まあ普通ですけどみたいな感じになるのが、なんか今回偶然に起こっているのかなっていう感じを、こうまあそれをちょっと言いたかったんですよねっていう、まあそれがこう全てにおいてね言えるのではないかと思っているんですよね。いろんなことが結局だからそれって平常心だしっていうでね、その鍛錬を続けてなんかそれがこう普通になる、楽器の演奏とかでもそうじゃないですか。そのまあ失敗して練習してこれが弾けるようになりたいとか、これがこうできるようになりたいって言ってこうずっとやってる時はこうテンションが高いんですよね。ああそっか、こうテンションが高いっていうのはその張り詰めているっていう意味のテンションが高い、その盛り上がってるってことではなくて、テンションが高いわけですよね。こうピーンってなってるっていう感じですけど、それがまあそうじゃなくても慣れて同じことだから、もう慣れちゃうとそこにこうそれがこう
自然にこう力抜けてできる、なんかこう普通にできるっていう状態になった時にはこうそれができてるっていうことになるんですよね。だからやっぱり一回そのねグイーンって上げる行為、その枠を出るというか、これがやりたいんだって思っちゃダメみたいなの言ってるけど、そうじゃなくて、それはそのプロセスはいるよっていう話。そのぐーっと頑張ってそこで、まあお釈迦さんと一緒ですよね。お釈迦さんがなんかこう悟りとはなんだみたいな感じでこういろんなことを考えたり、いろんな人にいろんな経験をしたりとかして、でね、まあある時もうダメだって思った時にホワンとこう出てくるみたいな、あそっかみたいな。でもだからもう結構なところまで登ってきちゃってるから、あ ここでいいんだみたいな風になったら、もう そこになんていうの、もう到達しちゃってるんですよねっていう。だから一旦それで到達して、それが普通になってるっていうかな。まあこう高い山に登ったとしたら、そこの空気の薄い空気にもう慣れなきゃと思ってやってたけど、あれいつの間にかここに生活してるってことで、なんかこうなんかこれ普通だったんだみたいな感じになった時になる、そういうことになるから、まあね、なんとかして頑張らない方法を考えようとしている感があるんだよねっていう。だから頑張り続けることはまたそれは辛いけど、そうではなくて、もう頑張りますとウィーってやって、ほんでなんかこうそれが普通になると、普通になるまではそんなんていうのかな、ちょっと継続的にやると、でそれが普通になりましたよ、そしたらそれが普通に起こりますよ。まあ考えたら普通のことなんですけどまあ普通、何を普通のこと言ってんだみたいな話なんですけどねまあそういうことなんですよねっていう、そのなんかこうやっぱいろんなことが、そうあのね、これだこの間誰かに話してたんだよな、何だったっけな、まあそうなった人はそのね頑張った時期のことを忘れちゃうんですよ、その頑張ってましたけどねみたいな、でも結局力抜いたらよかったんですよねみたいな、でもやってるんですよ一回それそのグイーってやってその時にね上がってるんですよ。だからそれをこう続けてみて、あれやっぱ違ったのかって思ってやめたらうまくいきましたみたいなことがほとんどなんですね。でそれはでその時にこう何かがこう起こるから、 でもあのその前にこうグイって一旦そのステージを無理くりにでも上げているんで、それそのそこで頑張り続けなかっただけなんですよね。頑張り続けるとまだダメまだダメまだダメって言って、でねまあそう本当楽器の演奏とかに合わせるといいけど、もうね完璧を求めたらいくらでもねこだわれるんで、それをこうずっと続けるみたいな話になってくるんですよね。ずっとこう磨き続けるみたいなことになってくるんですけど、まあ結局ジャズのようにね、ああもういい自分の好きな感じで弾こうってで弾くと、もうその基礎ができちゃってるから なんかもっと味のある弾き方ができちゃったりするみたいな、そうするとそっちの方がなんていうのあなたらしいよねみたいなことになっていたりする的なことだから、
あれがね、だから引き寄せの法則とかが何もしなくていいんですよ的なね、あれがなんかちょっと皆さんを混乱させている気がするよねっていう。でまたね、そのゴールを見つけて、あのそれに向かってやるんだみたいなこともまたそれがもうややこしい、ね、その従来のね昔からあるその根性論みたいなのもまあ結局違ったりするんですけどねっていう。でそれを否定してその、まあ、気持ちが大事ですよ、楽しむことが大事なんですよみたいな、その時の方が本当の方が出るしみたいな。でもその両方いるってことなんですよね。一旦テンションを高くしてそのピンと張り詰めたところで緩めるみたいな、それの繰り返しっていう感じかな。ちょっとグイッと上げないと、もうまあだからどっちなんだよってなるっていうね、どっちもだよっていう話なんですよねっていうところを、まあなんかこう私は常々思っているんですけどねっていう、なんかどっちなんかいつもどっちかにこうねこう偏っているっていうのかな。だからうまくいっている人はそのテンションを上げた時期のことを忘れちゃってるんですよねっていう、忘れちゃってるっていうかそこで変化が起きてないから、あそれをやってもダメなんだっていうふうに理解しちゃっているっていうのかな。それがあったからこそこの脱力が功を奏しているんだよと。まあ結局それなんだよなっていう、そのだから強い気持ちっていうのは一旦いるっていうことですよね。強い気持ちでぐーっと上げとかないと、上げてそれをはいって手放すみたいな、そのぐー上げてはい手放すみたいな感じは、なんかそのプロセスは常にいるし、それがだからそれもまたそれをこううまくできるようになると、それが普通になるっていうのかな。そのぐーっと頑張らなくても、そのまあそもそもの脱力でいいじゃんみたいな、そう思ったらそうなるよねって思った時点で、その普通の人よりパワーがあるっていうのかな、可能性を信じるっていうのか、信じる、あそうなるしねって思えるから、それをこうそれが自然に上がっちゃうんですよね。で上がっちゃって、でこうまたそれを脱力してるから、なんか実力発揮みたいな感じになるということではないでしょうかと、私は提唱しておりますというお話でした。いいよということでね、そろそろまあお時間となってまいりましたので、この辺で終わろうと思いますが、ね、でもこれをこんなことをやっていて一体どうなるんだっていうところがまあありますが、これはねそう私にとってのそのグイッと上げる行為の一つでありまして、いかにね、もうちょっとねどんどんこうあれなんですよ、自分の本当を出して いきたいなと思っているけど、やっぱりこう気を使ってね喋ってたりするんで、それをこうちょっとずつこう外していこう的なワークの一つでして、これはまあそんな感じで適当にエクササイズとしてやっていこうかなと思っておりますので、またよかったら遊びに来てください。それではまたお会いしましょう。